今回、前回の続きですね。上出来だ。もう一度サクラメントを選択してこの都市の需要供給率が改善されるか確かめよう。穀物と木材の需要は比較的高いから需給率にも大きな影響が出るはずだ。新たな供給によって物資の需給率がどれだけ高まるか見てみよう。 60% を上回れば町は成長する。 40% を下回ると縮小される。人口が4万人になるまで待ってみよう。その間、あちこち見て回るといい。2台目の列車はね、なんで走んないのかなと思ってんですよね。まあ、電車が均等になるように、これは端っこまで行くのを待ってるのかもしれないけど。それが1と2の違いかもしれないね。ちゃんと均等になるように考えてくれてんだね。山手線がさ、後ろの電車が遅れてますので、この駅で止まりますみたいな、そういうやつですね。そこが1と2の違いです。やっぱね、列車をね、見たいのにね、ズームがね、うまくいかないね。この列車をさ、見たいんだけど。角度をね、変えたいんだよな。もうちょっと浅い角度がいいんだけどね。おお、ワンの時はそれができるのにね、できないんだよ。Yeah.
読んだんでしょうか、でしょう。どうやんだろ列車を4台にしたいんだけどね、やり方がいまいちだね。いいぞ、サクラメントが新しいレベルに到達した。もういいや。都市が成長すると多くの変化が生じる。物資の需要も上がるし、必要とされる物資のタイプ、構築可能な産業、特別な建物なんかも増えるんだ。うん、サクラメントで新たな産業を始められるようになった。ビールがいいアイディアだろう。穀物が原材料だからね。それにサンフランシスコでもビールの需要があり、すでに路線もある。建設メニューを開いて醸造所を選択しよう。あれ、選択できなくなってるよ。サクラメント、どうなってんのこれ。サクラメントの都市エリア内に新しい産業を設置しよう。新しい施設は今後の建設プロジェクトの妨げにならない場所に設置してくれ。例えば工場があると線路を敷くことはできないぞ。そうなんだよな。だから赤い建物が集中しているところに建てるのが一番いいんですよ。上出来だ。じゃあ建設メニューを閉じて新しい産業を選択してくれ。
え？今ビール工場を建てたんじゃないの？ここでは新しい産業に関する情報を確認できる。回転する歯車は生産が進行中であることを表している。原材料が不足しているときや搬出倉庫が満杯になったときは生産はストップする、うん、こうなると使用率が低下し結果的に利益も下がる、うん、生産が長時間停止すると資金を失うことになる。ちょっと時間が来たんでまた次回ね。